しラジオベロキュー新年一発目ということで、今日はみんなに指令です。セクシーに新年の挨拶をしてください。まずはイカ子さん。お餅食べる？はい、ビヨン。続いてなるみさん。クリキントン。続いて総長。あー、ハッピーニュー。いや、最後にユーミン。お年玉ちょうだい。それではいきます。ゲイリーシーラジオベロキュー。明けましておめでとうございます。アーミンこと姫崎アミです。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロ Q。 木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒に新年一発目のベロ Q をお送りする仲間は、明けましておめでとうございます。リンク後藤理香子です。ゆじなるみです。上原あさみです。高木ゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。にぎやか、にぎやかな感じ。ちょっと一言言いたいんですが、はい、もうちょっとうるさいよ。セクシーに新年の挨拶をですよ。何がお餅ビヨーンですか。ダメですか。めっちゃセクシーだったよ。でもでしょ、うん、尊敬します。栗キントンって何なんですか。からセクシー反応しづらいわ。しづらいね。いや、もう唯一挨拶してたの、はい、アーミンとアサミさん総長ぐらいです。そうね、確かに。ちょっと知り合いは守らないとダメ。ちょっとガチすぎた気分。ガチすぎた、ね、私たちガチです。いつでもガチです。いや、そこ気にならなくてもいいんですけど。いや、もうリカ子さん初登場ですね。そうやね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか新年早々で、ね、うん、初登場って、はい、うん、すごい新しい。すべき。さあ、じゃあ自己紹介を。お、自己紹介、うん、はい、2013年も頑張りリカ子、頑張り学校。来ましたね。皆さんからあのたくさんの応援メッセージが聞こえてきました。応援メッセージ聞こえちゃったんですね。よかったです。よかったですね。頑張り学校がキャッチフレーズの小通り学校です。はい、お持ちビヨーンとテンション違いすぎる。声低く。びっくりした。いや、どうですか、ベロキュー。ベロキューですね。素敵な皆さんと、うん、素敵な皆さんといつも一緒におるやん。棒読みですけど、はい、いやいやいや、そんなことないですよ。すげえ下手くそやな。褒め方。ね、今日いっぱい喋ってね。はい、喋ります。よろしくお願いします。新登場のりかこさんとなるみさんと総長とゆみとあみの5人で楽しくベロキューお送りしていきましょう。イエーイ。明けおめ。ベロキューでは皆さんのフリーメッセージをお持ちしております。お持ちしておる。お持ちしてますね。お待ちしております。はい、宛先は veq@kbc.co.jp です。ではまず1曲聴いていただきましょう。リンクで幸せのエナジー。ふなんか、え、ちょっと終わっちゃった。終わっちゃった。ルケが終わっちゃった。新登場って。みんな新登場。新商品か。どんどん突っ込んでいこう。お願いします。お願いします。お餅、兄のこういうところどんどん突っ込んでいく。はい、帰れとか突っ込んでいく。帰れとか全然いいよ。帰れ。ツイッターでお前が帰れってくるわ絶対。難しい。ラジオとかちょっと放置されるのが一番楽しい。ややこややこ。うざい。どっちがどっちかわからんわーい。どれが誰ですか。どうや。ここさ見えにくいっていう。あそこで。下ぶくれましておめでとうございます。おしよし。
ある友人エナジー友人人友人人ご通りかくの人幸せのエナジー友人明けましておめでとうございますおめでとうございます無理やりですねできるかも僕と犬と微笑みあるから君と歩く悪路を掴んだんだなっちゃんシンボブックレキレイな恋時代シンボブックレおー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 顔がいっぱい映ってるやつ。そこは気づかないこと。やな。エナジー。何すかこれ人で。緊張しますか。大丈夫。絶対してないじゃん。めっちゃ緊張してるよね。え、してますか。してます。いや、喋り喋り。ああ、喋る。喋っていいですよ。なんか言っていいですよ。言いますか。素敵な皆さんいるからね。素敵な皆さん。ちょっと変なこと言い出すんで。飛んでください。みんな変なことしか言わない。確かに誰が突っ込むって感じ。ちょっとあ、新年の目標どうしよう。個人的に。ちょっとガチな、結構ガチに目標。ミンクの目標どうするかね。曲受けからジングルいきます。お送りした曲はリンクで幸せのエナジーでした。福岡市中央区長浜1丁目からお送りしていますベロ Q。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りしています。今週は新年一発目のベロ Q ということで5人で賑やかにお送りしています。イエーイ。新年一発目にそれでは新年一発目にいただいたメッセージをご紹介しましょう。一発目、はい、ラジオネームセクシー滝下さん、よありがとうございます。今日にぴったりだメンバーの皆さんこんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いてます。ありがとうございます。2012年も様々なことがあり、いろんな人にリンクのことを知ってもらえたのではないでしょうか。そこでメンバーの皆さんの個人的な新年の目標は何ですか、よろしくお願いしますというメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。個人的な新年の目標、個人的、個人的な新年の目標、プライベートですかね。プライベートなこと、なるほど。なんかあります、りかこさん。私はですね、はい、今ちょっと何ですかね、やっぱ冬前ということで、うん、冬前なの、冬真っ只中、すいません、冬真っ只中、1月3日ですよ。すいません、あ、そうか、冬前ということで大丈夫かおい大丈夫かおい大丈夫かおい、冬前なんだからということで、うん、
ご飯をたくさん食べてるんですよ最近、うん、なのでお腹がちょっと蓄えてる、ね、はい、蓄えてるのでお腹にちょっと蓄え始めてるので、うん、ちょっと腹筋をして鍛えたいなって思ってます。2013年はね、皆さんちょっと流してますけど、なんで冬になったら溜め込むんですか。それがなんで冬眠、正月とか動物冬眠するっていうのもあるんですけど、さすがリス顔担当、ダメです。リス顔担当なので冬眠するんですよ。もう早く冬眠せな。担当だったんですね。担当なんですよ。ちょっといやいや、その部署があってですね、いやちょっともう冬始まってますけど、ややこしい、ややこしい、完全にベロ級で決めたでしょ自分のキャラみたいな。いやいやそんなことないです、今決めたでしょ。いやいやいや、そんなことないです。冬眠だったらだって1月3日寝てません。だって確かに寝てませんよ。確かに寝て、寝てますか。いつ冬眠するんですかじゃあ。私はそうですね、31日から1日にかけて。短いでしょ。一日普通の睡眠やわそれ。蓄えなくてもいいでしょ。いやとりあえず蓄えてるので、あの、ね、お腹がですね、ちょっと前よりは、うん、あの、うん、ちょっと腹筋が見えてこない。なんかちょっと別のところに理由がありそうですけどね、お腹が。本当ですか。出てるのは。そうですか。あそこを鍛えたいっていうのが。そうですね、鍛えたいっていうのが理想です。今年の目標で、はい、鍛えて何個に割ります。そうですね、早く計算してる。8個8個割りますか。8個に一心しよう。コンパクトにましょう。ちなみにあの筋肉担当といっても過言ではない総長は筋肉担当どのくらい割れてるんですか。私ですか。私はもう万年6個には割れてます。うわー、すが、じゃあ総長超えるぐらい。おーっと言っちゃったよ。チョコのようにね。でも誰がいたチョコや。ちょっと面白くないんで次、ね、面白くないです、はい、お願いします。じゃあちょっと次、なるみさんは今年の、はい、私はですね、うん、実は本読むのが好きなんだけど、うん、去年なんか、うん、なんか読めなかったんですよね、あんまり。だから2013年は、うん、たくさん本を読みたいと思って、うん、そうで最近あのアニメとか漫画とかにも興味を持ち始めてるんで、うん、まあ、できたらアーミーにもいろいろ貸してもらったりして、うん、ちょっといろいろ趣味とかも増やしていきたいなと思ってます。ただかし、うん、駄菓子？じゃあ、なるみさんは、うん、あの、去年はね、うん、あの、なかなか本読めなかったってことで、うん、ちょっと一昨年はどんな本読んでたんですか、じゃあ。一昨年？もうややこしいやな。一昨年はね、すごい気が何があったかな、その頃ね。なんか、なるみさんが今まで読んでた本をちょっと知りたいなと思って。私結構図書館で本借りる派なんすよ。結構一日で一冊読んでしまうから。だからもう結構表紙とか題名とかもう、何、一目惚れしたのパッて取るから。じゃあもうタイトルも作者さんとかも記憶してるから。そう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 。結構なんか意外に結構なんか、ワンダーランドじゃないけど、なんか可愛い感じの。王子様のクッキーとか読んだことあります？はないですかね。あまり覚えてないんですよ、何読んだかは。あと普通にあの、ハリーポッターとかも一昨年ぐらいな、そういう。それがワンダーランド。ワンダーランド。そうそう。もう、ちょっと話についていけない。なんでアーミーだって。わかるよね。大好きです。いや、ワンダーランドがちょっとあれかな。魔法使いのくせに。本をたくさん読むんですね。うん、そう。読む。え、じゃあ、ちょっと今年何読みたいです、うん、今年、うん、そんなね、読みたいのとか決まってないっちゃ、もう適当に、うん、あ、これと思ったのを読むけん。へぇ、そう。じゃあ、なるみさん何貸そうかな。おう、あ、でも最近ね、その、犬ボクとかに結構ハマってる。あ、犬ボクシークレットサービスって今、大人気の漫画です、ね。やばいやばい、止まらない止まらない。8巻まで出てるんですけど。11月22日にあの最新刊8巻が発売されて、ね、はい、そうそう、読みましたよ、早速。8巻のね、休巻楽しみです。ね、展開がね、あ、もう、ちょっと話ついていけないような、次に、次に行きます、ほんとすいません。視界が荒ぶっちゃって。じゃあ、変わって、私が。え、じゃあ、ユーミン、あの、新年の目標。私ですか？お、私はあれですよね、やっぱトークできる女になりたいなっていう。ちょっとかっこよく言うと。大事やね。トークできたいですね。やっぱトークできることによって、やっぱいろんなお仕事も入ってくるわけですし。ですし。そうですね、やっぱり。ですし。あとはやっぱ滑舌を直したいところとかですね。あ、わかります。あ、それは。じゃあ、同じく。じゃあ、聞いていただきます。コーナー、イエーイ！勝手に言うな！なんだけど、なんだそりゃ。はい、う、え、お。皆さんも一緒に、せーの。あ、い、う、え、お。そして、高木ゆうみは、キが苦手なので、みんなでキの練習を再び言いましょう。はい、せーの。キ、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 
新年の目標何ですか？あ、私ですか？うるさいわ。もう私新年の目標はですね、はい、結構真面目に言っちゃうと、リンクも卒業するということでね、大人の女になりたいなと思います。おアイドル卒業して十分大人ですよ。いやいや大人の女、大人の女性に、え、どんな、大人です。どんな大人の女性になりたい？かっこいい、かっこいい大人の女性になりたいなと思います。ブンブン早朝ブンブンしちゃうんですか？早朝的に言ったらかっこいいってどんな女性なんですか？早朝的に言ったらかっこいいって、はい、なんやか難しいな、うん、うん、うん、決まってないんですか？いや決まってなくはない、こう絵には描ける。じゃあ言ってくださいよ、どんな感じ。絵には描けるよ、こうなんかスーツバシッと着てね、はい、あ、髪の毛働く女的なそう、髪の毛サラサラで、ああ、メガネ、OL さんですか？OL じゃない、 OL ではない、 OL、 OL、 キャリアウーマンみたいな、そうね、あ、バリバリ仕事できますみたいなとかみたいな、そんな女性になりたいなと思いますけど、かっこいい美しい、うん、はい、いいですね。人皮、人皮向いてますか？向きますよ。おい、お肌むくな。まあ、それでなんかもう美容とかね、まあ、時間ができたらね、いろんなことやりたいよね。車の免許も取りたいし。ね、取りたいです、ね、うん。持ってなかったんですか？とりあえず卒業したらちょっと旅に出たいな。でも。車の免許持ってるイメージがありますか？持ってないんですよ。持ってる。車じゃなくてやっぱバイクですか？いや、バイクも持ってないですよ。おっとおっとおっと、自己紹介は何なんですか？いや、あれは空想ですよ。総長だって自己紹介でブン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 、総長っていう自己紹介が、ね、私が乗り回してるのは自転車ですから、ね、自転車卒業したいなと思います。ブンブン言いませんよ、ブンブン言わないけど、毎車チリンチリンだけど、そうチリンチリンですよ、チリンチリンチリン、ちょっとなんかこのベロキューベロキューのせいでどんどんキャラが崩壊してる、ちょっと私の新年の目標、そう、雨が私結構個人的な新年の目標は、まず私も誕生日迎えたら19になるんですけど、まず身長を伸ばしたいな、うん、無理でしょ、もういやもう今さらやろ、無理でしょ、お疲れ様でした。伸ばさなくて全然大丈夫。今何歳だっけ？今18ですよ。今18です。1月の19日誕生日迎えて19になります。あ、じゃあまだいけるかもね。いや1週間ぐらい。でも私20歳ぐらいまで伸びてたもん。伸びてた伸びてた。そうなんだ、すごい。そう、ちょっとこのリンクのねセンターのこのさっき言ってたわけでわからないなんか滑舌のなんだかとか言ってた高木組さんが身長何センチだったっけ？私が今伸びてきて145ぐらいですかね。そんなにある？15ぐらいで、で、アーミンが148なんですよ、身長が。ありゃ、ありゃ、ありゃ。だからもう伸ばさないとまずいなっていう。本当やん。だから常にインソールとかを履いてるんですけど、厚底シングルブーツをよく愛用してるんですけど、それ以外にもうちょっと身長伸ばさないとなっていう。毎朝背伸びとかしたら多分、あ、してます、してます。お、はい、いりことかも買って食べたりとかしてるんですけど、もう全く伸びないっていう。牛乳も飲んでますか？なんか牛乳はなんか松村くるみさんかなんかに飲んでも意味がないよ、意味ないです、ないです、ベロキューで言われて、ない、そうそうそう、私も牛乳大嫌いですね。なるみさんでかい、なるみさんがわらわじゃ、もうベロキューでそう牛乳飲んでも意味がないよって言われて、ない、ないです、ないです。骨は丈夫になるかもしれんけど、身長にはそう骨太になるんだけど、遺伝とかもあると思うんですよ。あ、遺伝はなんかガチな、そう、なんか真面目な感じ。私結構諦めちゃってますもんね。ごめんなさい。ちっちゃくても可愛いから大丈夫だよ。そうよ、可愛い。ほら、うん、ごめんなんか。新年の目標。まあでもいいんだな、うん、身長。そうです。うん、あと伸びると思う、まだ。あと女子力を上げる。うん。髪は私結構伸ばすロングなので、うん、少しちょっともうキラキラ、誰がロン毛ですか、髪をすごい、ね、質よく保ちたいなっていうのと、やっぱりお肌とかも、その浅見さんが言ってた。なんで笑うんですか？いや、お肌って言いましたね。お肌。お肌。新しいお肌みたいな。違うか。ちょっと笑っちゃうんでちょっと、はい、ね、お肌も結構女子力を上げたい、香水とか、ね、半身浴とか、ね、ベロキューで結構岸丸さんから女子力の大切さについて学んだりとかしたので、
いい私はもう可愛いしか言ってない。聞こえました？何なんですか？可愛いなと。本当にだからもう今年2013年は身長を伸ばして女子力を上げてもっと、ね、可愛さに磨きをかけてアイドルらしく完璧すぎる。なるほどね。していきたいなって思ってます。なるほど。素晴らしい。なんかみんなもう反応がだんだん雑になってきてます。いやいやいや素晴らしい。そうですよね。やっぱりそれは大事だと思います。ゆうみさんちょっと。ベロキュー楽しんでもずっちゃ大好きベロキュー大好きアイラブユーユーユー誰あれ本当にちょっとまとめられないんで賑やかやね賑やかです ね, ね正月ですよ5人でねそうね正月いいですね1月3日に1月3日5人で集まってねなんか最初セクシーな感じから始まって、ね、何なんですか誰がセクシーでしたかね一番やっぱり戻ったね、わらわじゃいやいやいちいちうるさいうるさいけどだったらどうですか、ね、わさびさんちょっといいですかちょっと言っていいどうですかいちね声がでかいいや私もう、ね、左耳がちょっと痛いそうですね多分ベロキュー聞いてもめっちゃ言われるんですよそうそうそうへいらっしゃいとか言ってるんですねなんかなんかあの公演終わった後になんか物販ってこう短い時間だけどファンの方とあの話せる時間があるんですけどもユジの横にいたらもう声でかい声でかいみんなからユジの隣だけにはしないでくださいってみんな聞こえないですよ私も言ったことありますそうだから一部隣り合った人が二部で違うとこ行ってたりするから多分嫌われたんだろうなってやっぱユジ一番端っこがいいんじゃない先順間違ったわけ先順間違う声の大きさ順に並べればあだんだんそう多分ユジねマイクからあの3メートルぐらい離してなんか喋るからちょうどいいエレベーターの前とかで一人でやりますわじゃあ、多いなそれ行ってらっしゃ い, いでも伊藤ちゃんも伊藤ちゃんも相当どうぞいや伊藤ちゃんも相当でかくてこの前あのこの前物販が隣だったんですけど、うん、その物販に来られてた方が、うん、誕生日だったみたいでいきなり歌い出して今日の綺麗みたいなまあまとめると、はいまあ、新年の目標っていろいろありますよねありますねまとまっててうるさいラジオネームセクシー竹下さんメッセージありがとうございました他にもどしどしメッセージお待ちしています宛先は vdq@kbc.co.jp ですどしどしメールください待ってますほんと笑っちゃうんですよリンクで For You をお聴きいただいていますこの曲を聴きながらお別れです。あ、いやあの結局メッセージ一つしか紹介できなかった。ちょっと難しいね。全然楽しんでないっしょ。ちょっと楽しんでます。なん登場だったのにリカコさん。本当ですか。なんでちょっと外野なんですか。一緒に騒いでたんで。私がまとめようと思ってもなんか4人で分け歌歌い始めて。いや原因はユジナルミでしょ。でかいなんでやろ。声でかいな。存在もでかい。誰が顔でかいよ。いや言ってない。本当もう最後リンクとしての目標はやっぱり1月5日の福岡市民会館大ホールのマンライブ成功させなきゃですよね、うん、まずはねまずはそうねなんでちょっとチケットの方は多分若干余ってますけどまだ少しだけあるかもしれないのでぜひ、はい、聞いた皆さんはお越しください、はい、来週は原直子さんと天野なっちゃんが登場しますベロキュー今日のお相手はリンクのアーミンとリカコとユージと上原あさみとユーミンでした。それではおやすみなさい。バイバイ。ちちちちんこれ言ってくださいよ。いやーハッピーニューイヤー